おはようございます、ナオキクスです。さあ、寝台のトリセツ、本日は6月の7日真相3日目なんですけれども、今週導入された台結構いろいろあるんですが、その中でも僕がね結構前から楽しみにしていた台を今日は実践します。その名もフィーバースプラッシュスプラッシュ。はって皆さん思われるかと思うんですけれども、それもそのはず、オリジナルだそうですね。三強さんのオリジナルコンテンツということで、昨日ちょろっと打って、まあ、そこそこ連チャンもして、初当たりはあんまり取れなかったんですけど、もう連チャン中がとにかく面白い。しかもライトミドルなんで割と楽しみやすく作られている台だと思うので、ちょっとどのあたりが面白いのかっていうのを、この後実践して皆様にお届けしたいと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速実践いってきます。どこだろう、あった。はい、確保。はい、ということで台の前にやってまいりました。思えば2回連続三強さんですね、この台枠。まあ、スプラッシュスプラッシュオリジナルということで、見慣れないキャラたちがいっぱいいると思うんですけれども、まあ、そのあたりはおいおい説明していくとして、早速打っていきます。ライトミドルですからね、皆さんサクッと当てますよ。で、一応カスタムなんかもあるんですが、もちろんいつも通りの先読みチャンスだったり、一応先読みチャンスにすれば先読みが出た時 50% とかあるのかな。で、圧だとそれ以上、あとなしもできますね。先読み毎回転毎回転期待できるよっていうカスタムにもできるし、まあ、あとおなじみのレバーブル V フラッシュ、多分これなればラッシュのこうなどなど、あとパト吹雪っていうのがあるんですよね。これがあの変動中に V コントローラーを引くと、あのこの吹雪ちゃんっていう女の子のパトランプ型の女の子が出てきて鳴るかもよっていう、まあ、今回はとりあえずノーマルカスタムでやっていきます。はい、フィーバースプラッシュスプラッシュ、大当たり確率ライトミドルです。 199.8分の1 で、ラッシュ突入率が 50% なんですが、このダメな方の 50% を引いてしまったら2ラウンド300個の出玉を取って終わりです。救済も何もないです。そこだけがちょっとしんどいかなっていう感じなんですけど、もう反対のいい方の 50% を引くことができれば、なんと3000発出ます、必ず。っていうのも、まず最初この台リミット機になってて、最初の10連チャンがなので、ラッシュ入れば10連チャンしますよと。で、右打ち中の大当たりはほとんどが300個なので、300個かける10回3000発こちら出ますよっていう形なんですね。で、この3000発取った後、90% ループになります。1回転で 1.1 分の1、 90% を引くことができればまた連チャン継続なの で、 で右後ろの大当たり、さっきも言ったように300個ほとんどが300個、一応ね薄い振り分けで600個900個っていうのもあるんですけど、まあ、出玉は少ないけど継続率高いし、最初に3000発を持った状態で 90% ループができるっていう、あんまり今の台ではないかな、結構斬新なスペックになってるんで。僕こういう高継続の台ってラッシュ入ったら結構プレッシャーに得られるんですよ。うわー 90% オーバー、まあ源さんとかね、ああいうあたりの 93% 連チャンするかなどうかなとかって言ってビクビクしながらやって、結果なんか1000発とか1500個とか超しょぼれんで終わることがよくあって、そこからね、あの 90% を超える継続率の台はとても苦手なんですけど、この台の場合はラッシュ入ったらまず3000発が絶対もらえるっていう、そこがいいところだなって思います。だから仮にこの 90% が超しょぼかったとしても、まあ3000発出てるからいっかっていう風にね、また次頑張ろうとか、ちょっと今日はこの辺にしとこうとかって言って割り切れます。これがまたライトミドルっていうのがちょうどいいですよね。これがミドルだったらちょっと嫌でしたけど、199分の1だからまあいっかっていうね。で、演出面に関しては通常時はかなりシンフォギア寄りです。まあね、あの題材こそ違えど、ベースにあるものはシンフォギアだなっていうのがすごい分かるのが、あの保留変化なんですよ。シンフォギアって保留変化、まあ、手紙保留とかね、あと色保留、青緑赤であるんですけど、シンフォギアの手紙保留に相当するのがこの台だと、巾着保留っていう、巾着から何かが出てくるんですけど、その内容によって信頼度が変わるよ。で、変わる巾着の保留が
あの1個だったら弱いんですけど、あの手前の保留全部巾着になれば激アツっていうのもね、すごいシンフォギアの手紙保留と一緒なんですけど、であと青保留ね、これシンフォギア青保留って青保留のまま消化すれば大当たり濃厚だったんですけど、この台も青保留はそのまま最終回転まで迎えれば大当たり濃厚です。で緑保留になると約 20%、 赤保留で 60% っていう、色つけば結構期待できる感じです。なのでまずはそういう先読み、他にもいろいろあるんですけど、大枠で言うと、まあ、保留変化、あと入賞時フラッシュなんかもあります。入賞時フラッシュも発生すれば 30% オーバー、白と赤あって白でも 30% なんですよ、赤だと倍の 60% ほどになるので、その先読み系を待ちながら3大キーポイントを待つという形ですね。でその3大キーポイントが、あのこの台のキーワードが前進って言うんですよ。全てが震えると書いて前進なんですけど、でその前進ゾーンという先読みゾーン、まあ、あのリーチ中にも突入することがあるんですけど、その前進ゾーンに入れば 80% オーバーで、最強リーチが全力前進リーチというリーチがあって、それに発展すると約 70% オーバーですね。でもう一個が、海岸チャンスかな、海岸チャンスっていう、この主人公の女の子かすみちゃんが海岸っていうと激アツという演出、まあ、これも三大キーポイントも割とシンフォギアっぽいまあ絶唱ゾーンだったのがこの台では前進ゾーンで、リーチ中の精鋭予告がこの台の海岸チャンス で絶唱リーチが前進、あ、全力前進リーチだからね、すごい割ととっつきやすいと思います。シンフォギアを打ってた人からしたら結構ね、予告の方で疑似連で震えますって出るんですけど、すごい勘違いしちゃいそうなんですよね。あら、レバブル来るのかなと思ったら全然来ないので、震えるとかそういうワードに関しては基本的にスルーして大丈夫です。なんか振動を検知しましたっていう先読みのセリフもあるんですけど、全然レバブル引っ張ってこないんで、まあ、ただの弱い先読みかぐらい思ってもらえれば。あとそうだ、疑似連の時とか最強リーチとか飛んだ時に、これ役物になってるんですけど、これがぐる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 回るんですよ、ゆっくりと。でこれデフォルトの形が反時計回りなんですけど、これが時計回りになれば激アツです。疑似連の時とかで最強リーチの時に時計回りすれば大当たり濃厚っていう法則もあるので、まあ最初のうちはちょっと意識できないかもしれないんですけど、打ち込んでいくとその違和感に気づくことができると思うんで、この子が動くときはちょっと注目してみてください。てかもうこの本当にまず打つ前に予習をして、いろんなサイトで信頼度とか調べてメモしてたんですけど、途中で心が折れるかと思うほど予告が多くて一応ね、その期待できそうなやつだけピックアップして書いても 4、5 ページぐらい使ったかな。なのでかいつまんでお話ししますね。もう基本的にやっぱり赤系でもちょっとチャンスなんですよ。で金が出ると、どこでも金が出れば 80% 前後あって、あとこのふぶきちゃんっていう、これなんか姉妹らしいんですよ、どっちが末っ子かは忘れたけど、まあ、このふぶきちゃんがこの画面の右側からチラチラって液晶でチラ見してくることがあるんですけど、そのふぶきちゃんのチラ見は大チャンスです。予告で出れば 50% で、リーチ中に出れば 7、8 割ぐらい。なので出るタイミングが遅いほど吹雪ちゃんのチラ見は熱いと思っていただいて結構です。お、これは疑似連するんじゃない。まあ疑似連自体は全然熱くないです。疑似さんでも 10% とかなんで、大事なのが今の震えますの文字、赤金があって、で今その疑似連の2連投っていう時の背景の色が赤になれば熱いとかっていうのがあるんですけど、まあ、疑似3連してもそのチャンスアップがないと弱いなっていう印象ですね。スーパーには行かないかな、はい、でなんで僕がこの台が導入される前から注目してたかっていうと、まあ、スペックが一番の要因なんですよ、まあ、ライトミドルでラッシュ入れば3000発出て、そこから 90% ループっていう。さらにもう一個僕がグッときたポイントがあって、なぜかわからないですよ、なぜかわからないんですけど、岡本真代さんのトゥモローが流れるんですよ。平成の名曲、ドラマで言うとセカンドチャンスっていう田中美佐子さん主演のドラマの主題歌が流れる。
これがね僕もうグッときてて、あの歌すごい大好きで、それがついにパチンコで聴けるようになるんだっていうね。なんでこのスプラッシュスプラッシュでトゥモローが流れるのかは本当に分かんないし、昨日5時間6時間ぐらい打って聴けなかったんですよ。一応ねこれ BGM が選べるんですけど、やっぱ通常時は選べなくて、ラッシュに入ってある条件を満たすと流れるようになるらしいんですよ。でそのトゥモローが流れたら、大当たりかついいラウンド数が取れてるっていう示唆になるんですけど、そこもね今日パチンコ台でトゥモローを聞くのも目標なんですよね。はい、何も起きないまま2枚目でございます。今166回転ほどですが、何もスーパーリーチに発展した記憶はないですね、はい、ちょっとねこれは何も出なさすぎですね。まだ値を上げるには早すぎる。ただねチラチラとねこのデータカウンターを見上げるたびにね1438ハマり単発が目に入ってきて、今それの布石にしか思えないんですよね。それが前々日か導入初日か、これ一人で達成したのかな1400って。お、来た。これそこに人がある限り、これちょっとチャンスの演出です。これがねセクシーカットインだったら大チャンスでした。今のでもね 25% ぐらいあるんで、こっからちょっとさらにね金系とか来ればいいんだけど、今これ次々って言ったから疑似連視差ですね。これ文字が赤とかもあるんだけど、最初は白か。でこれ今半時計回りですね、これ通常パターン。あーでも赤い服着てる、ちょっとチャンス。金だったら 80% あったんだけど、お安定した。私震えます。あこれ疑似連ですね、赤だから。これあ赤だ、これちょっと厚い、 40% ぐらいある。で今図柄拡大も多分チャンスですね。これは金かと思ったけど違うね。見たことのない演出が来ました。あれ激震って、激震ちょっと熱くなかったかな。ちょっとごめんなさいね、本当演出が多すぎて覚えきれてないんですけど、激震もしどうだったかな。まあチャンスには変わりない。でこれミッションリーチなんですけど、これね赤タイトルだったら 50% だったんですよ。セリフ赤もあります。でここで大事になってくるのが、この波の役物が出てくればチャンス。あー出てこない。でも赤テロップ変わりましたね。ただあの赤波がね、赤波じゃない、波のギミックが出てくればチャンスルートで信頼度 40% なんですよ。出てこなかったら 10% しかない。ちょっと弱い。あそうなんですよね、あそこで波が出てこないとリーチとしてだいぶ弱くなっちゃうんで。これね、あのミッションリーチがリーチ の大当たりの王道パターンなんですよ。だからあそこで波が出てきてっていうのでね展開が変わるんですけど、まあ、今のパターン予告はちょっと良かったけど、波が出てくればもしかしたら当たるかもっていう流れでしたね。お、あそう今入賞時に夕方背景来ましたね、レバブル来た。70% あります。でこれ今青保留、青保留のまんま消化すれば当たりですよ。変わんないで、変わんないで、変わるなら赤、青か赤。あ緑は弱いけど、でもレバブル来てるから 70% オーバーです。レーダー弱いなあ。出た、さっきのやつ。これセクシーなんない、なってない。さあレバブル白か、まあまあまあ 70%。 赤だったらさらに信頼度跳ね上がるんですけど、これは震えますかな、疑似連かな。はい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 、ちょっとね通常パターンですけど、これ時計回りしてほしいな。あ普通の背景だ、赤背景でもない。揺れに注意。震えますよね。赤で、赤で、金でもいいよ。あれ普通だ、弱いなちょっと。え大丈夫これ、金金、いや赤だ。
さあ、偶数天敗。天敗ライン、あれ普通だ。なんか外れそうな気がするんだけど。で、多分ミッションリーチに発展して、そこから波が出てきてほしい。タイトル普通、セリフも白。うわー、なんかすごく嫌な予感するな。はい、波絶対欲しい。よし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 、これでフリーズすれば最強リーチだったんですよ。で、これでチャンスルート 40% で、赤セリフが約 50% ぐらいありますね。ここでね、吹雪がちらっとくれば激アツなんだけど、レバブルだけで押し切れないかな。頑張れ、いけ。うわー、ちなみにね、復活多分ラッシュだと思うんだけど、その分復活の出現率は低いんですよ。やっちゃった、朝一レバブル外しどうしよう、マジで1400がチラ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 と頭をよぎってくる。やっぱレバブルだけじゃしんどいよね。ライトミドルだから行ってほしいんだけどな。まあ、こういうところもちょっとシンフォギアっぽいというか。で、そう、ちょっとね、さっきスルーしましたけど、今青保留から緑保留に変わったじゃないですか。あれが僕許せないんですよ。あのシンフォギアだったら、青保留が出た時って青のまんまで昇華して大当たりになるか、昇格しても赤保留には絶対なるんですよ、シンフォギアの場合って。だけどこのね、スプラッシュスプラッシュはそのあたりは引き継いでくれなかったみたいで、昨日も僕今の青保留からの緑で外れてもやもやしたんですけどね。同じシンフォギアを作ったメーカーさんならそこも継承してほしかったなっていう。お、これがね、あの戦備バトルって言って、天敗すればチャンスで、当たれば3000なんですよ。ただね、これ赤系が複合しないと成功しないんですよね。この障子の色だとかスプラッシュのロゴの色が赤とかあるんですけど、何もない状態で発展してもちょっと厳しいかなっていう。まあ、ああいうリゼロでいうところの白ゲーバトルがあるっていう、分かりやすくて非常によろしい。ただこれ突入率が 50% じゃないですか。で、 50% のうちの、まあ、多分数パーセントはあの戦備バトルに振り分けられてるし、あと奇数図柄、この135も緑図柄も当たればラッシュなんですよ。だからこれも多分この 50% のうちの何パーセント、まあでも 10% とか 15% とか振り分けられてるのかな。だから偶数で揃った場合、結構ね、単発の可能性が高くなっちゃうんですよ。そういう当たれば3000っていう振り分けのね、演出がいろいろあるっていうことは。実際昨日僕も1回ラッシュ入ったんですけど、その時は普通に奇数図柄で揃ってラッシュ入ったんで、偶数で当たった時はもしかしたら通常渡りの可能性、比率が高いと思っていた方がいいかもしれないですね。はい、3枚目です。いやー、まあまあまあ、なんかライトミドルに限って大ハマりっていう未来がすごい見えてるんだけど、大丈夫かな。おー、来た、入賞時フラッシュ赤 60% オーバーです。で、初の巾着保留。あ、夜まで行った。 OKOKOK、 これか。あ、しかも5点敗、当たればラッシュで、多分この巾着保留、シンフォギアの手紙と一緒で変動開始時に開いたら熱かったと思います。あわあわラッシュ、レベル7までは行ってほしいな。超えて OKOK、 で2を超えたら6までは絶対行きます。あとはもう6で止まっちゃうのか、7まで行くのか、8まで行けば大当たりで、ここで6まで行って、このあとここ超えて、ああ、いたいたいた、チャンスチャンス、さらに超えたら当たりだよ。さすがに超えないか。まあ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 、一応今のところいいよ。あとはこの保留が何なのか、天敗ラインマーカー、あ、後ろこれ青炎多分熱いと思う。さあ何が出る、あれ弱いな水玉の手ぬぐい 10% ぐらいしかないけど、ミッションリーチ赤タイトル 50% で、ミッション全部で3種類あるんですけど、全部信頼度同じだそうです。チャンスアップが大事。ここの波は絶対出て
オッケー、フリーズフリーズ、うわー固まんないけど、チャンスアップルート。セリフは白のまんまなんだ。でもなんかこれといって決め手にかける気がする。頼む、当たればラッシュだ。3000、うわーマジで言ってる。どうしたら当たるのこれ。こっからの復活はないんだ。ちょっともう457回転目入賞時フラッシュ赤外しました。おい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 、やってんな。お、巾着保留。これ全部巾着になればね 80% オーバーなんですけど、あと僕のこれ仮説なんですけど、何でもない保留が次の回転で巾着に変わるっていうパターンも昨日見て、それは当たったんですよ。だから直で変わるより保留またいで変わった方が熱いんじゃないかなっていう説。大チャンスです。変動開始時の波、ブルブルハイテンション 50% ありますよ。あ、これレバブルチャンスじゃない。この煽りレバブルチャンス発展すれば 50% のリーチです。かけ流し弱いな。 9% です。これも文字だったらね、熱湯とかあるんですけど、とりあえずこれ言ってくれただけでもう 50% ぐらいで、チャンスアップがねなんかいろいろあって、なんか赤系が出れば導入文字赤 80%、 これ導入文字黒ですね。あとは引き続けろの文字が赤も 80% あります。あー、チャンスアップない。ちょっともうちょうど今3万円目が消えてなくなろうとしてるんですけど、この残り時間の間にブルブルすれば大当たり。偶数だからもう当たっていいでしょう。頼む、当たりの絵だけでも撮りたい。なんかもう全然震える気が、びっくりともしない。嘘、あ、当たった。よかった、チャンスアップなくてもいけた。ちょうど今ね千円札の束の4枚目を入れようとしたところで当たってくれましたね。ちょうど3万円ぴったり、506回転目で、ここから最終試練フィーバー。このラウンド中にラッシュ入るかどうか決めます。ただ偶数なんでね、ちょっと不利ではあると思うんですけど、とにかくいろんなところで赤系が出れば昇格の大チャンス。セリフの色とか、あと共闘パターンも激アツですね。セリフは白、でこの技がね赤があるんですけど、これ赤じゃないんですよ。これ多分デフォ、ぶっこ抜きはデフォルトです。いつもと違う技が出れば激アツで、ここで吹雪ちゃんが共闘すれば熱かった。あとは最後 V コンなら激アツ。うわーきつ、うわー。ただまだこの後扉が閉まったところになんかイラストが描かれてれば復活濃厚です。イラストないですね。通常、うわっ、あっけない。きついねこうなると。はい、ってことで 2V1 とりあえず、こういう場合は通常渡り300個取ってまた左打ちからです。では4万円目です。まあ1000円ずつ入れていきますね。もうこいつお金ないんだなって思わせるためのオカルトです。はい、持ち玉のも飲まれ、手元にあった千円札もすべて使い切って5枚目でございます。まだ1時にもなってない。なんかな、意図的な偏りを感じる。昨日からちょうどいいところでの当たりがないんですよね。なんか150回転とか200回転とかの当たりが、この台もね極端な当たり方してんですよ。100回転未満の当たりが乱発してたりかと思えば600、500、1400。でもなんかシンフォギアもそうだったけど、演出面でもそうだし確率でもなんかすごい偏るなっていう時があって、演出すげえ起こる時起こるのになんか500回転なんもなしみたいなこともあるし、だとしたらこれはまた500ぐらいまで連れて行かれるのかな。やだな、ちょっともう入れますカスタム。もうなんか先読みチャンスにしようかな。あんまり僕こういうカスタムってよほど打ち込まない限り入れないんですけど、ちょっとあまりにも何も起きないのでカスタムします。
先読みが出れば 50%、 あとパト吹雪もやろうか。パト吹雪はこういうなんか変動が始まった後に V コンをこうやって引いてると内部的に当選してる場合パトランプの吹雪ちゃんが出てくるっていう。だからこのね、別に一発告知っていうよりかは自分がこの V コンを操作して確認するっていう感じなんで、なんか一発告知出ないからダメじゃんじゃなくて、なんか自分の鳴らしたい時にこうやってレバーを引けば鳴らせるっていうカスタムになるんで、まあ、常にオンにしておいてちょっと暑いかもな、さすがにこれは当たるなっていう時にこの V コンを引けば鳴る確率が高くなるよっていう感じのカスタムですね。でどうやらその1回転につき10回までチャンスがあって、10回以上引いて出なかったら、まあ、鳴らないってことなんですけど、多分鳴らなくても当たることはあると思うんで、まあ、熱い展開来たらレバー引きましょうって感じですね。はい、6万円目うわまだお昼の1時半、今日4回目でしたっけ収録。寝台の取説4回目、初回が塩気人、次が北斗、次がガンダムユニコーン生。なぜかね、徐々にこう初当たり確率は最初から比べるとどんどん上がってるんですけど、なぜか投資もねそれに合わせて膨らんでいってて、まさかのライトミドルで今日6万入れる時が来るなんてね。いや6万で済めばいいけどさ、まだもう今日だけで900ぐらい回して初当たり1回か。なんかやってんでしょ絶対これ、シンフォギアと一緒で。こんなこと言ってるとオカルトだって言われると思うけど、シンフォギアもあったもん。なんかもう本当にこれ199分の1ですかみたいな。スプラッシュスプラッシュにもその DNA が濃く受け継がれてる気がする。この台の直近ここまでの初当たり確率が410分の1なんですけど、やってんなこれ。10回初当たり引いて410分の1はやってんな。7枚目です。506回転単発、580回転7枚目。あーどこまで行くんだ、もう10まで行くことは覚悟してるんですよ毎回。これはもう使用機人の回もそうだし北斗の回もそうだし、10万最悪行ってもいいやっていうつもりで来てるんです毎回。だけどそれとは裏腹に使用機も北斗も出てくれてよかったなんて思って、今日ですよ。もちろん今日も10入れるつもりではいますけど、まさかこの台に10入れそうになるとは全く思ってなくて、まあ最悪5とかかなと思ったんですけど、もう7枚目、時刻は2時半。どう？ブルッと。これ新規保留だけど保留変化先読みってことでいいよね。ああ偶数だ、当たるわ長かった。684回転、ああもう 80% オーバーです。3大キーポイントの一つ、もうレバブルも絡んでるし、先読みチャンスの先読みだし、こうやっぱこういうことですよね当たるときって。ただ赤保留 66% 偶数なんだよね。あこれ背景予告、まあ、キービジュアルっていうんですけど 70% オーバーです。こういう時ね奇数だったらよかったんだけど、あ波出ない赤タイトル。長かった、総投資6万6000円。ああれやろっか、フリーズパト吹雪やります。3、4、5、6、7、あ来た、なるでしょう。あーこういうことですね、ただ偶数図柄なんです今のがあのパト吹雪告知のやつを選んでると V コンを引いた時に発生しやすいっていうカスタムになるんで、まあこんだけ当たるでしょうっていうのが絡んでれば出て当然なんですけど、問題はこの後ですよ。もう6万6000も入ってんだからそろそろやらせてラッシュ。ちょっとチャンスアップ絶対欲しい。赤タイトルとか赤セリフとか。
絶対入れなきゃダメだよこれ。セリフ、うわ変わんない、やだな。ちょっとチャンスアップ、これは通常だね、デフォルトだね。うわちょっと嘘、チラチラってチラって、吹雪ちゃんも来ない、教頭もない、いやー怖い。 V コン V コン、いやー嘘ー、はきつすぎるって。復活復活、イラスト書かれてない、ちょっと嘘でしょ、頼むって。いやいいですよ、やりますよやりますよ、もうラッシュ引くまでやりますよ。現在1191回転回して初当たり2回2の2で通常、はい、ということで、9万円目です。相当し今8万円、まだ9万円使ったわけじゃないですから、今8万円使って、それの9万円目、もしかしたら次の500円で当たってね、8万500円で済むって言ったらすごいおかしいけど、もうあの今日のプラスは諦めてますよ、どれだけ戻せるかが勝負どころなんで。ただ、また確率分は超えております、256回転この台 は確率分母以内で当たることを知らないみたいです。先読んだ、先読んだ、ぼーっとしてましたが、287回転目、いやちょっと赤、緑はやめて、緑はやめて、赤どうなんだろうな。レバブルない、あーオズガラ流しましょう、赤く変えて赤く、これえ弱、何これ、本当に 50% あるこのカスタム。あー出た3点牌、うわー外れそう、もう震えてますよ、こっちのセリフですよ、半時計回り、めちゃくちゃ弱いけど、今のところ熱いリーチに行く予兆がないですよね。いや逆にこれ熱いとかない、いや熱いと思うなこれ。あー赤タイトル、これあのキャラ系リーチの中でちょっとチャンスなんですよ、このリーチだけ。全力全身いく最強リーチ、はい、え、いやカワウソいくでしょう、救済系ですよ、先読みチャンスで先読みカスタム、先読みカスタムで先読み出て救済系行ったら当たるよ、逆にっていうパターンで。ねえちょっと大丈夫、でもチャンスアップないんだけど、よくないよこれ外したら、俺が開発だったらこういうのを当てるようにしますよ、先読みチャンスの先、あほら文字赤い、 V コン怖いな。はあちょっと開発者の方出てきてもらっていいですか、お話ししましょう、僕とこういうのは良くないと思うの、先読みチャンスで先読み出しといて救済系で外れるっていうのはね、えちょっとあの開発者あの全員とは言いません、代表の方ちょっとでいいからお話ししましょう。いやーこれやね、これが多分まあそこそこ遊べてる展開だったら、あーまあこういうことね、はいはいってなるけど、こっちはもうね9万円目入れてるんですよ、9万円目入れてるところであんな先読みチャンスの先読みポロッときて、最後なんか救済系のリーチ飛んできて、しかも3点牌を当たればラッシュっていう、返してこの気持ち、よし先読み圧にしよう、もうチャンスやめました、圧にします。圧に設定した時に先読みが出たら 90% とのことで、はい、手を出してはならないお金です、もう10万円目、10万円目です、10万円目、大事なことだから3回言いました。さあもう泣いても笑っても最後にしますよこれ、あと1000円です、僕の命が尽きるまで。9
900分の1ですって今日の初当たり確率。はあ、10万負け。収録動画では初の10万負け、きついな。え？は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 ？フリーズ。違う違う、もうやめるのよ。10万使い切ったのよ、こっち弾ないよもう。は？なんでこんな10万使い切ったタイミングで今日初の最強リーチ来てんの？先読みはなかったのかな、全く見てなかったけど。新規保留だったのかな。これ発展しただけで 70% オーバーで、最後私って文字が金だったら 90% です。あとこの歌が2番だったら大当たり濃厚っていう法則もあるんだけど、これが2番なのかどうかは分からないんですが、私金、あーしくちょっともう何でもいいよ、もう複雑なんだけど、もう10万使い切って終わりでいいよかったのに。だったら当たれ。はあ、おい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 、偶数だよ、当たったところで300個だよ。復活復活復活、なんだよこれ。やめ、本当にやめる。もう10万円使い切ってさあ帰りましょうって言ってたところで最強リーチを外して終わりました。何なんでしょうか、何このオチ。帰ろう。もうはい、現在17時18分、開店から7時間10万使いました。しかも今日休憩がですねほぼなし、お昼休憩もなくスタッフさんたちに付き合ってもらったんですが、7時間で10万負けでございます。初当たり2回、昨日と合わせて3000回ぐらい通常時回して初当たり4回です。やってますねこれは、三京さん、意図的な偏りを感じますよ。単なる引き弱では片付けられない気がするんですけど、まあ引きが弱いんでしょう。今日のまとめ、何をまとめればいいんだろうまああれですね、どんだけ熱い展開が来てもちょっとだけおやって思うところがあったら危ないぐらいの、なんていうんだろう、演出のモリモリ加減で、当たらん、うん、モリモリもうダメだ、ちょっと頭が回んない、演出がモリモリないと外れる。ちょっとおやって思って、しかもそれが奇数図柄だったらなおのこと外れます。結構ねライトミドルだったらもうちょっとね、あ、こんなんでも当たるんだ、さすがライトミドルっていう演出バランスが僕はいいと思うんですよ。まあシンフォギアとかもね結構そういうのあったと思うんですけど、そういうのが、2日間打ったのと今日ね隣でスタッフさんも打ってくださったんですけど、それを見てもまああんまり感じ取れなかった。結構メリハリが強すぎるので、もし打たれる際はそのあたり覚悟して打ってもらえればなと思います。本当はもっと面白いんですよ、あのラッシュ中が特に面白いんですけど、もう今朝行ったことが全部フラグでしたね。ラッシュ1回もお見せできなくて、ここまで見てくださった方々本当にすいませんでした。もうね、4回目の寝台の取説でクソ会が生まれるなんて思ってもなかったんですが、これどうしましょうか。まあ、もしかしたらリベンジ会なるものをねお届けするかもしれないし、僕も本当にラッシュはすごい好きなんですよ。今日隣の人がねあのラッシュちょいちょい見てて、あ、やっぱラッシュ中は面白いなって、通常時もそれ含めたら許せるかなと思ったんですけど、さすがに今日の展開ではね、あの先読みチャンスで救済が外れるみたいなのも含めて、まあちょっと通常時は厳しいかな、でもラッシュが楽しいからいいかっていう風なバランスにできてると思うんですけど、そのあたりもしお届けできたら、リベンジ会があるかもしれないし、もしかしたらないかもしれないしというところで、ぜひねコメント欄の方でもねご意見ご感想、そして何よりもこいつかわいそうだなと思ったら高評価の方もね押していただいたり、ちょっとなんか知り合いで負けてかわいそうな人がいたらこの動画をね送りつけて、うん、この人もなんか10万ライトミドルで負けてるよっていう風にね拡散してもらえれば、このね10万負けの気持ちも少しは晴れると思いますので、ぜひ何卒いろいろとよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はここでお別れなんですけれども、また次回ね何の機種を打つかは決まっておりませんが、その時こそ10万負けを取り返すように頑張りたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。はい、ということであの惨劇から数日が経ちました。
10万負けのストレスで、食事も喉が通らなければよかったんですけれども、むしろストレスでですね、暴飲暴食が止まりません。おかげで体重の方も続々と増えていって、このままでは健康がさらに脅かされそうなので、ぜひ何卒リベンジ会をお願いしたいです。といっても10万使って1回もラッシュの楽しいところをお見せできなかったので、次こそはラッシュにね、1発どころか2発3発4発、ぶち込んで、いっぱい連チャンさせて、10万負けどころかさらにね、利子もつけて返してもらおうという意気込みで頑張りますので、ぜひリベンジさせてください。お願いします。